掛垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六代目山口組執行部会議あったんですか？5月21日、三重県四日市、六代目水谷一家であったな。どのようなことが話し合われたんですか？前回の執行部会議に引き続き、天皇皇后両陛下が出席される岡山植樹祭が終わるまでは不要不急の外出をしないようにというようなことやったな。当然岡山には立ち入らないいう話やったと聞いたよ。植樹祭も5月26日無事終わりましたね。どうや無事終わってよかった。そうですね。5月19日に出所された2代目金一会上野雄二会長も来られてたんですか？出所の挨拶に来とったみたいやで。出所されたの府中刑務所じゃなかったみたいですね。私間違っとったわ。東京昭島市の東日本成人矯正医療センターから出所したな。それって全国に4つある医療刑務所の一つですよね。お体どこか悪いんですか？懲役行く前から体調子悪かったからな。執行会議の前日って何かあったんですか？5月20日に宴会があったみたいやな。で、上野雄二会長2回とも杖ついてきとった相手聞いたな。あ、そうなんですか。うん。ちなみにどちらで会ったんですか？岐阜と長野の県境で会ったようなこと聞いたな。うん、どなたが出席されたんですかね？司忍6代目と高山清かしら、それと出向部やな。他にどなたか来られてたんですかね？三代目行動会からは野内正弘かしら、南正樹かしら補佐、小田達夫かしら補佐、それと山口組本部責任者、二代目鈴木組、北島武史組長、まあここは宴会部長と呼ばれとうから出席しとったんやろな。司会でもしたんちゃうか？あ、そうなんですか。うん。六代目山口組の直参、他来られてなかったんですか？5代目声優会関谷博士会長と、でさっき言うた2代目金一会上野雄二会長が来とったな。まあもちろんここらのまあ祝いやからな。あ、だからまあ来賓みたいなもんやな。うん、継承と出所のお祝いの宴会だったんですかね。そうらしいな。5代目を継承された関谷博士会長の杯は年末のこと始めですよね。山口組は毎年12月13日にこと始めが行われるな。京都の花町も皆そうやろ。うん、そうですね。6代目山口組執行部会議と同じ日の5月21日、3代目行動会直参港工業吉間学組長射殺事件で絆会金沢茂樹若頭逮捕の方針と警察発表がありましたね。現場に残っとった線条痕が決め手になったやったな。会長の予想通りでしたね。そうやな。誰が見てもあの歩き方やったら金沢茂樹かしらやって思うわな。でもなぜ使った拳銃も垂れてたんですかね。それが不思議よ。大概一回仕事したら仕事を置いて、まあ人殺したら大体その拳銃は始末するんやけどな。うん、そやから次の獲物を狙っとったんちゃうか。ああ、やっぱそう思います。うん。吉間学組長事件で逮捕されると報道があった2日前の5月19日付で金沢茂樹若頭引退されたと巷に流れてますが本当なんですかね。これデマやんか。あ、そうなんですか。黙秘しとんのにそんなあの引退するとか脱退届とかで出すわけないやんか。うん、現役のまま懲役勤めに行くやろ。そんな不細工なことせえへんわ。そうですよね。十字寮におる間にこれ脱退届とか出したら竹中組やったら絶縁やった。うん、ただどこの組でもやはり調べが苦しいて脱退届出そう思うからな。うん、なあ、拘置所に移ってそれから脱退届書くんやったら別やけどな。うん、だけどこんなガセネタ誰が流したんやろな。ですよね。でまた引退したいうガセネタ流す意図は何やったんやろなと私は思うわ。ああ、同じこと思いました。最初からおかしいと思ってました。私は
ガセネタやというのは大体分かっとったで、うん、今まで私がいろんなヤクザの生き方も見てきてな、うん、まして金沢茂樹かしらえた信念の塊やのにな、うん、そうですね、そんな調べ中に引退届なんか出すわけがない、うん、そないなったら組からの援助もなくなるしな、そうですよね、また一番楽しみな面会とか手紙も組からないわな、移送される時の画像が出てましたけどかなり疲れ出てましたね、目は鋭かったけど、うん、やはり逮捕される前と言ったら仕事ったな、うん、そうですね、小田芳典会長の心境いかがなもんですかね、私には分からんわ、このコメントは出しにくい話やな、うん、裁判までまだまだ日にちかかりそうですが、皆さん言われてるように極刑おりますかね、仇を殺すとあげちゃうから求刑はまあ死刑、判決は無期だと私は思うな、会長も身近だった匠勝若頭射殺事件、まあ27年前の事件ですが、この時は歯科医の方に流れ弾が当たってお亡くなりになられてましたもんね、そうやな、その時実行犯4人に20年で、見届け人の大津春人氏が無期やったからな、うん、まあ、あの時代と今と違う言うたらそれは違うけど、そやけどまあ私は死刑の判決はないと思うな、あ、そうですか、うん、絆会ですがいよいよ今週あたりから特定抗争指定の認定手続き始まるみたいですが、そうやな、これはしゃあないわな、うん、今まで特定抗争して団体になってなかったいうのが不思議なぐらいよ今更感ありますよね、うん、前みたいに大勢で集まれなくなるってことですよね、どうやな、区民の資金も下がるんじゃないんですかね、それは関係ないやろ、みんなが注目しているのは当然小田芳典会長の所作だと思うのですがいかがですか、そりゃそうやな、この一番しんどい時に若い人の前でどういう所作をするかでその親方の器量いうのが分かるわな、でもここまで来てやはりこれだけの人数が小田芳典会長についとう言うたら私は大した男やなと思うな、そうですね、うん、でもなぜ金沢茂樹若頭は高度会直参の余島学組長を狙ったんですかね、到底個人的な恨みではないと思うんですけれども、それはこれからの警察の調べでわかるやろな、まあ黙秘等から裁判になってみなわからん場合もあるやろけどな、うん、まあ私の友達に聞いたのが絆会の大阪中央区島の内にある本部事務所、もちろん今は使用禁止になっとうけど、それと山県組本部近くに小田芳典会長は家を持っとうらしい、この2か所寝て刀剣がついとったんやけど、余島学組長が殺された4ヶ月後の8月に外れとったらしいよ、手刀剣外すのってお金必要ですよね、その金を春田が池田隆組長ちゃうかと分析しとうもんもおるわな、高木昇が頭の敵討ちということで池田隆組長が県中に頼んだということですか、それが頼んだことが分かったらえらいことになる、それはアウンの呼吸で1トンやったら別よ、その登記簿見られたんですか、見たよ、所有者が女の人なんやけどここが池田隆組長の関係者やいて言うとったな、でもそうなれば返しの連鎖繰り返されるんですかね、そらな、絆会が行動会の直さんを殺しとうからそら返しはあるかもわからんな、ターゲットとされるのは小田芳典会長一択ですか、そうやろと思うで、警察もちろん増えてますよね、そんな言ったな、以前会長はこの金沢茂樹若頭の一連の事件で小田芳典会長までは届かないだろうとおっしゃってましたが、改めていかがですか、前はそんな言うとったけど、もしかしたら組織的殺人で立件されたら小田芳典会長まで行くかもわからんな、では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。